何の戦いだしてんの今。え、はい、どうもクイズの研修の伊沢です。若見です。ナイスガイの菅井です。天体クイズ1問目、これ何、ネタバラシをしますと、これは変態かなと申しまして、生まれたけれども生き残れなかったひらがなです、はいはい、あっちの変態とこっちの変態違うんで、タイトルに釣られてきた人は反省してください。これだって変態がな探して夜の街中をチャリで走り回った。それは変態。それは変態。それポケモン GO よりやばいよ。キャンパスから出てた研究室の、うん、だからもう新年の夜中3時ぐらいに蕎麦屋まで行って変態バナ探したんだ。蕎麦屋にはあるね、確かに。蕎麦屋には変態バナなんだ。もともとかなってのは漢字を簡略化して生まれたので、はい、どんな漢字を簡略化するかとかでいろんな数パターンあって生き残ったのが現在の50音で、生き残れなかったのが結構いるので、そういうのが変態かなと言います。つまりこれを今のひらがなで言うと、お出しください、どうぞ。はい、ま正解はま。イエーイ。いやちょっと合ってるかなと思ったけど、これまんでしょ。はい、そうですね、よろずの、はい、適当に書いても 2% の確率で。そうですね。漢字を簡略化しているので、はい、元の漢字を推測するっていうのが大事になりますね。なるほどね。おい、全部で6問あります。おーい、2問目どうぞ。テステス、確かにテス書いてあるな。グニャって巻き込まれたら何を見る。本当だ。私はコンピューターではありません、認証の時は。なんなんで。それではオープン。どん。かか、あ、おーい、おー、僕も赤かかかかかみたいな感じで。かじゃねえか。かなりかじゃねえ。僕が思ったのは、右側はみんな思った通りか、可能のかで、うん、左側辺の部分が三髄かなって、なこのバシッの部分が、うん、俺はね、川村さんが出してるからね、これだと思った。川村の川か、うん、正解はあ、いやあ、安倍とかのあるでしょ。うん、右側だけなんだよ、川。あ、そうなんだ。3問目、ドン。ギエー、はい、はい、書けましたか。はい、オープン。ベベン。ス、ソ、ス。あ、ソか。ソ、ス、ソ、ソ、ス、ソ、ス、ソ、ス。正解は、ス。イエーイ、スー。菅井さんはこれは、なんかね、十っていう字みたいな感じに見える。ことぶき。ことぶきだなと思って、思った。で、それすって読むことないっけ。寿司と。あ、寿司の巣だ。右、もう下のとこすですかね。そうなんだよね、だから俺もう巣はねえなと思ったんだよな。4問目どうぞ。ドン。ぎえー、7だろこれは。21って読む、まさか。 7×7×7 かもしれない。343です。おお、343か21かなんだな。77。いや、これわかんねえな。これは困りましたね。三段重ねになってるやつでしょ。もう品しか知らないんだよな、品川の。森水晶の書。はぁ、轟く、轟くもそうだ。そして虫がいっぱいいる。虫、ほんとだ、無限に出てくる。金字王、無限に出てくる。金字王いっぱいあるから。金字王、品の字のようなっていうで書いて金字王というんですよ。あの、こういうタイプのやつ。あ、金字王ようなんですよ。なるほど、はい、それではオープン。ババン。ひき、き、あー、じゃあきだ。正解はき。はい、ありがとうございます。これどこがきなん、何の字なん、元は。喜ぶ。あ、喜ぶー、基準のきなんですよ。77歳のお祝いを喜ぶにことぶき、はい、喜ぶはこういう風になったら77だ。77って言ってるなっていう。うわぁ77。いや、これわかんねえな。ほらそうなんですか。もう答えってんすか。最初がまあ納得いくよ、最初は。上3分の2は似てるよ。木、確かに この辺まで木だな。はい、現状菅井さん2点、おい、伊沢さん2点、おい、川上さん4点。はい、お見事。いや、なんかあんたもしかしてひらがな詳しい人ですか。詳しい人なんですよ。まあまあね、専門日本語だからね。まあ日本語が得意、はい、川上さんの、あんまプレッシャーなるか言わないと。まあめちゃくちゃな、もうここまで4問正解してんからな。全問正解当たり前だ。全問正解じゃん。何が出ても負けるじゃん。おい、だからあんま言いたくなかったんだ。おい、5問目これだと。だってさ、これ知ってる。俺さ、
普通に見たことあるよね。違ったら許さんっていう気持ちなんだけど。ええー、何これ。いやだってさ、これじゃなかったら許さん。これじゃなかったら許さんよな。なあ、みんなもそう思うと思うが。50分の49で許されないんだけど。50分の、いやだってこれじゃないと許さんって気持ちせん、みんな。これじゃないと許さんっていう人は、書いてください、コメント欄に。許さん、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 許さんって。いやうん、これ俺絶対見たことある。絶対見たことあるし、俺多分ね、これ記事も編集した。実は記事があるんや。それじゃあ、オープン。ね。の。ぬじゃないと、ゆらさん、許さん、こんな。正解は、ふ、あ、ふだ。うわー、ふだ。うわー、もう、にがふ、逃げてきたー。気持ち悪い。夫人のふ夫人のふです。夫人のふですよね。ぬってこと。これか、これか、ね、それか。ぬって、やっこなんですよ。そう、やっこなんですよ。いやー、ふだ。女編の感じ探してた。左側は女編なんだ、あれ。はい。ぬじゃなかったので、伊沢さんのファンやめますって書いておいてください、皆さん。それはきついな。ぬじゃないだけの理由でやめられたらきついな。最終問題残しまして、はい。菅井さん、伊沢さん2ポイント、川上さん4ポイント。はい。あ、点数動かずだったね。うわー。まだ希望があるね、じゃあね。1点取ればね。ああ、1点取ればちょっと流れ変わるな。流れ変わる。だって1点1点で6点になって、そうそう、1点取っても5点だから、あ、俺らが勝て取れば、勝ち負けそんな感じだった。危な、ワンチャンでも2人と合わせても勝てる可能性がある。あ、じゃあそうしましょう。イエーイ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、共闘しよう。あ、今は当てとかなきゃいけなかったな。じゃあやばいやばい。一問一点ですが、菅井さん、伊沢さんは得点を足します。イエーイ。今同点なのじゃ。同点、やば。いいね、共闘戦線。どっちか間違いないとダメじゃん。最後の問題はこれだ。ドン。うわー、シンプルな形に見えてきた。漢字はわかるんだけど、なんていうのかわかんない。でもこれがさ、嫌がるとして残んなくてよかったなって思うよね。全部きついじゃん。ヒント、これはなと間違いやすいやつです。ほう、なじゃないな。なと間違いやすいですね。え、小学1年生の気持ちになるってこと？小学1年生の気持ちになると、これと間違いやすいひらがなは結構一番特殊な形ですよ、なって。なの変態がなとこいつが似てるんですよ。へぇ、似てます。でもこれなんだっけ。いや、菅井さん、伊沢さん、オープン。はい。よ、今日。何、どういうこと。何の戦いをしてんの今。え、いや、色はがるたには今日ありますかね。色はがるたには今日がある。はい、はい、ありますけど。今日の夢、大阪の夢とかね。今日、もう全然納得できてないんだけど。ひらがな数えなんそれ。うん、味方がいきなり裏切って、俺はちょっとな、本当にどうしたらいいか分かんない気持ちが。俺合ってると思ってた、正直。もう菅井さんだけになってしまったけど。おい、おい、早えよ。わかんない、わかんない。今日じゃねえよか。中井さん、オープン。と、正解はと。よし、うわあ、負けた。よし、東、東です。東、うわー、すごい。本当はだから東京のどっちかだったもん。東京のどっちかじゃないんだよ。いや、で今日会社だ俺。だから中国語でさ、なんか漢字体だと東京ってこんな感じの字で書くじゃん。そう、なんか、うん、関西字は東こうなんですよ。そう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 、東だと思ってから、東ってなんて読むんだっていうのがあって。あー、俺これ、はい、これ思い浮かべて今日今日だ。なんでやった、江戸色上がるたで今日あるし、河村さんが最後ひらがな出してくるはずがねえと。いやー、ね、信頼してなさすぎるって。でも味方が突然裏切った俺の気持ちわかる、みんな。さすがにヤバいよね。いやー、絶対やってると思ったんだよ。いや、僕はなと間違いやすいひらがなのようを書きました。まあ確かにね、余るっていう字かなと思っちゃった。ちょっと足そうなんだよね。余るっぽい、確かに、うん、なっぽいよね。そう、優勝は川上さんです。すげえ。いやー、さすがに専門がね。逆に普通間違えたの恥ずかしい。いやー、伊沢さんがふざけてくれてよかった。いやふざけてるよ。ふざけて、俺絶対川村さんならやると思ったの。東京まで行けてんのに、なんで今日か。大凶だと、俺マジで本当に今日だと思ったの。いや、行かれてんでしょ。ひらがな答えなさいのクイズで漢字答えちゃったら。いやいや、だってそういうのあるもん。色上がれたなら今日だろう、もうマジで。はい、ということで、ね、今日変態クイズやってきましたけどね。ちょっと、まあ結果俺が変態みたいになっちゃった。俺はまともにやってるから、真剣にやってるからね。真剣にやって絶対正解だなと思ってた。マジモノ変態じゃん、じゃあ。ということでね、皆さんどれだけ読めたかとかですね、教えてください。あと街中に結構ね、変態かなっていっぱいありますからね、うん、はい、いっぱいあること知ってるくせに読めなかったんですけど。そう、はい、Twitter とかで天ぷら屋さんで見つけたら送ってほしい。そう、ぜひリプライとかでも送ってください。そしてチャンネル登録、高評価、質問、コメント、チャンネル、Twitter の方もよろしく。さようなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。
チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。マジで僕がどれだけ信頼されてないんだもうね、絶対変化球投げてくると思ってた俺は今日って言われてマジかって思ったマジって思ったけど今日だと思ったんだな。花止めねいやそう、絶対にね、岡村さんは最初は最後は変化球投げると思ったんだよ。